雨が降りしきるある日のこと今日は書類仕事に専念しようと思い部屋の扉を開けるすると謎の箱が話しかけてきたよく来たな細かいことは気にするな今日は家来のお前をねぎらうためにちょっとした余興も用意したぞ嬉しいだろこの箱の中に手を入れて 中に入っているものを当てるというものだ。当てたら高価景品があるぞ。さあさあ、この箱の中に手を入れて、中に何があるか当ててみろ。もしかしたら超絶可愛い制服者が入っているかもしれないぞ。何にもないぞ。 クイズと見せかけて、それとなく身体的触れ合いを促すことによって、意識させようなどという魂胆は、これっぽポちチもない。うん、うん、なんでもないぞ。いざ触られてみると、い暗いのも相まって、思ったより敏感になったというか、そういうことはないから、 私が私見込んだ男だ,だ大丈夫に決まってるだろう海の支配者たる私がこの程度の触れ合いで動揺しているわけがうまいだろう水丸は里帰り中だ陸で活動するためには定期的に海の水を摂取しないといけないからなだからその。 お前も寂しいんじゃないかと思ったわけだ。今日は天候も悪くて怖いし。べ、べ、別に水丸がいなくて寂しいとか、そういうわけでは。な、なんだ今の音は何が起こったあ、明かりが。 なんかそのはっお,お前そんな風に私のこと思ってくれていたのか旦那 <laughs> 私のアプローチはうまくいっていたんだなお前を追いかけてきて本当によかった <laughs> うんうん だからそのね起きてうんもしかして今お尻に触れたのは…あお,お前のそれが私がずっと求めていたお前のね何だか 緊張する あ <laughs> して、いたいのん、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 ここ、すごいぞ。ん、ん、ん、そこ、そこら、ん、ん、気持ちいいぞ。もっと、もっとしてくれ。もっと。 気持ちよく、してほしい…。ん、に、ね… 私は、あんまり好きじゃないけど、そう言ってくれるなら、いっぱいいやらしいことしても、<laughs> 出てもいいか <laughs> 一緒だななんだかムズムズして変な気持ちになるさ。